おさふねカントリークラブは、岡山県瀬戸内市にあるゴルフ場である。1928年、岡山県の吉井川の足田橋下の福岡河原に、実業家、辻人一によって3ホールの手作りのゴルフ場が作られた。ゴルフ場は、足を払いの芝を借り、フェアウェイトラフの差もなく、クリーンのみ円形に借り込んだだけのコースだったが、岡山県では、最初のゴルフ場だった。 その後、1937年、岡山ゴルフクラブ会場、設計、J.E. クレインの移転先として話し合われたが、日誌事変の勃発により中止になった。戦争が終わった1965年、再び、吉井川の河川敷に、岡山のゴルフファンの注目が集まった。1966年10月、コース増設と改良により6ホールを完成し、仮オープンさせた。 翌1967年10月29日、3ホールを増設し9ホールのコースが完成し、開場された。その後、1970年、増設して12ホールが完成した。足をかり、農地、牧草地の地権者の理解と協力を得ながら、増設の地道な仕事が続いたという。1973年9月22日、コース設計家の佐藤銀一に依頼して、 6ホールを増設と改良により18ホール、6229ヤード、パー70規模のゴルフ場が開場された。佐藤義一は、日本アマチュアゴルフ選手権、競技4連勝したアマチュア最強の選手であり、上用カントリークラブ会場、片山津ゴルフクラブ白山、かが、日本海コース会場などの黒男のみのコース設計の実績がある。 郵便番号701-4265岡山県、瀬戸内市小佐船町福岡49-1、ありがとうございます。